参考。もう20年以上前のこと、高校2年生の時の参考だったと記憶している。その日は土曜日で、俺たちたった3人の弱小山岳部は土日2日の参考を計画していた。確か3時半ぐらいに登山口に向かうバスの出る駅で待ち合わせる予定だった。その日は麓で野営して、翌朝早くに頂上に向かって登る予定。俺と A は予定通り駅で落ち合った。もう一人の B はその日補習があって、終わり次第部屋で着替え現地に合流するはずだった。先に着いた俺たちは夕飯のカレーを作りながら B の到着を待っていた。けれど、いくら待っても B は来ない。バスももう終わっている時刻だ。一泊二日の予定だから、それほど荷物があるわけではないけれど、それでも俺たちは、B の無責任さをなじりながら、なぜか持ってきていたウイスキーをじびりじびりとやっていた。その野営地、近くに神社があって、その少し下を小川が流れている。一晩テントで過ごすには絶好の場所だ。いい加減酔いも回ってきて、調子に乗った俺たちはその神社に忍び込んでみようということになった。夕方お参りをした時、勘抜きだけで鍵がついていないことも知っていた。中は真っ暗で、懐中電灯を向けると直径30センチくらいの古い鏡があった。その前に大きいけどすすけた鳥の羽があった。暗かったんでよくはわからないが、多分元は白ではないか。その他には周りに貼られた何色かの布の幕。俺たちは物珍しげに中を見て回った。と突然ドンと。それは熊とか動物が壁に当たるという感じではなくて、何か下から突き上げてくるような感じ。え？と思って俺と A は固まってしまった。そしてまたドンと、ドンドン。はっきり言ってあんなに怖かったのは初めてだ。俺は持っていた懐中電灯を落とした。その拍子で明かりが消えてしまった。俺も A も半ば腰を抜かした状態でその場にへたり込んでいた。出ようにも暗くて出口がよくわからない。そう思っていると、今度は鏡を置いてある台が、まるで人が拳で叩くように、だん、だんだんと。俺、生まれて初めて悲鳴というものをあげたんじゃないかな。生まれて初めて人の悲鳴。A も悲鳴をあげていた。それでもやっとのことで外に転がり出た俺は、まっしぐらにテントに戻って頭からシュラフに潜り、それでもなんとか朝を迎えることができた。A も少し後だが戻ってきた。翌朝俺は A を置いて一人で戻ってきてしまったことに多少の後ろめたさを覚えながらも、予定通りその日の参考を実施した。大変だったのは家に帰ってからだった。帰ると母親が青い顔をして出迎えてくれた。その日一緒に行くはずだった B、列車に間に合うようにとよほど慌てていたんだろう。赤信号を無理に渡ろうとして
車にはねられたそうだ。ザックを背負ったまま。相手方はトラックだったそうで、即死だった。なじったりしてすまなかった。きっと、お前も行きたかったんだよな。ごめんな。一緒に登った A。翌年大学に入って、新歓パーティーで、富士の8号目から6号目まで、滑落してしまって、亡くなってしまった。俺、寂しいよ。国道と、裏道。今から9年くらい前だろうか。当時は N 県の実家に住んでいた。N 市でのコミケの帰り、レイヤーの仲間の車で帰って、地元の有志で打ち上げをしようということになった。乗っていたのは、霊感ゼロの運転手の A と友人の B。霊感が中途半端な俺と、霊感バリバリな友人の C の4人。N 市から有志に抜ける道は、国道と裏道の二つがある。国道は夜なこともあって、混んでしまっているんで、裏道を行くことになった。A は裏道を知らないが、よく裏道を走る俺や C の道案内。前を走る仲間の車を追いかけることで大丈夫だろうということで走り出した。が案の定、前の車とはぐれ。俺や C の道案内もガタガタで迷子に。ここどこだよ、と言いつつ、田んぼの中の道を走る。やがて、道が行き止まりになってしまって、そこにあった立て札は、霊聖山？その時 C が口を開いた。ねえ、もしかして見えてる？うん。さっきからずっと足首をつかまれているんだよね。窓開けないでね。来た道を引き返そう。A も B もめちゃくちゃ焦ってた。けど俺も窓に張り付く何かが怖くてそれどころではなかった。見慣れた道に出て、一安心したところで、A の携帯が鳴った。出ちゃダメだよ、と C。うん。出ない方がいい気がする、と俺。着信は先に行った車の人から。A は俺たちの忠告に従って、電話には出なかった。みんな黙ったまま。ラジオや CD も C の助言で切ってある。しかし、川を渡る手前で A が突然、ん？と返事みたいな声を出した。誰も A のことを呼んではいない。パニックになる A。川を渡り切って C が言った。多分霊が呼んだんだよって。川を渡った後、窓に張り付いていた何かは消えた。C の掴まれている感覚もなくなったという。有志に帰ってから C が話をした。電波を使うもの、ラジオとか携帯は、その電波を乗っ取って、霊の声が聞こえてくることがあること。そしてそれは音楽も同様だと。ちなみに、A の携帯に電話をかけた人はどこにもいなかった。大きな川。とても寒い日でした。実家は山の中にあるんですけど、歩いて15分ほどのところに大きな川が流れています。そこは河原も広く、台風などが来たら水量も上がってすごく怖いところでしたが、
すり鉢の底のようなところに川が流れているので、民家などが水没するということはありませんでした。小学生くらいの男の子が行方不明になりました。夕方になっても帰ってこないので、地元の消防団の人が総動員であちこちを探して、それでもいないので、こんな寒い日にまさか、と言いながら川を探しました。すると、男の子のものと見られる靴が揃えて河原に置いてあったそうで、そこから随分下流で水死体で見つかったそうです。夕方、その男の子と遊んでいた子供に事情を聞いてみると、僕、行かなければいけないところがあると言って友達と別れたそうです。いなくなった男の子はどこに行っても履物を揃えるような子ではなかったそうで、きちんと揃えてあったことを皆が不思議に思ったそうです。また前の夜、川の近くの作業員の人が夜にカラスの鳴き声を聞いて、夜のカラスが鳴くのは死人が出ると言うから明日は気をつけろと、お互いに注意を言い合っていたそうです。不思議なことはそれだけではありませんでした。ちょうど男の子が見つかった時刻、寺の住職であった私の父親が夜のお勤めをしようと廊下を歩いていたら、本堂から木魚の音が鳴るのを聞いたそうです。誰かがお参りに来てくれているのかな？そう思って、引き返して母に、誰かお参りに来ているって聞いたら、いいえ、今晩は誰も見えていませんよと母が言った途端、父が宗家だったそうです。誰もいないはずの本堂で木魚の音、当時50代くらいの父の聞き間違い、幻聴とも思えませんね。その男の子は誰に呼ばれたというのでしょうか。いつかは真相ってわかるんでしょうか。